救急外来を1日2回受診も誤診。男子高校生が多肥滅び、名古屋の日赤病院。日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院は、昨年5月に来院した男子高校生が医療過誤で死亡したと発表しました。SMA 症候群を見落とし、適切な治療が遅れたことが原因です。病院は遺族に謝罪し、和解に向けて協議中です。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては、医療過誤に対する不安と医師の教育体制の改善を求める声が多いです。少数意見としては、 SMA 症候群の詳細な報道を求める声や AI の導入を提案する意見が見られます。みんなの反応。母親が腹痛で救急外来に行った時、若い医者に異常なしと言われて気されそうになったんだ。普段痛みを我慢する母親がベッドでもだえてるのに、その医者は演技してるんじゃないのみたいな冷たい顔しててさ、結局ベテランの医者に見てもらったらイルスで緊急手術になって無事に回復したんだよ。異常なしから緊急手術って本当医者には当たり外れがあると思った。高校生のご遺族のニュースを見て、あの時を思い出してしまったよ。ゴールデンウィークに喉が痛くて休日休病診療所に行ったんだけど、もらった薬が効かなくて、 GW 明けにかかりつけ医に行ったら悪化してて、治るのに1ヶ月かかったんだ。かかりつけ医の大事さを実感したけど、救急外来もいろんな病気や怪我の人が来るから、研修医が経験ある人に相談できる体制が必要だと思うよ。昔 NHK で総合診療医ドクター G で番組があったんだよ。まず症例の再建ドラマが流れて、それを見た若手研修医が何度か討論して病名を推測するの。最後にベテランの総合診療医が解説するっていうクイズ形式の番組だったんだ。研修医にとってはすごく勉強になる番組だったと思うんだけど、今の研修医もこういう教育を受けてるのかな。救急外来に立つ医師はぜひこういうトレーニングを積んでほしいよね。少しでも誤診を減らすために、医療界全体でスキルを上げる努力をしてほしいな。熱が1週間下がらず、地域の医院から紹介されて別の日赤の救急外来に行ったんだけど、研修医に、なんだろうなって感じで採血されて、軽く点滴して気されそうになったんだよね。でも、たまたま医師が通りかかって相談してくれて、MR を取って入院することになったんだ。医師も大変だろうけど、最低限のバックアップ体制は整えてほしいなって思ったよ。医者不足はどこも大変ですよね。特に夜間救急外来に行くのは、強い症状があって朝まで待てないからです。でも専門外の医師に診てもらっても、翌日また普通外来やかかりつけ医に行くように言われることが多いです。これだと見落としや治療の遅れが心配です。国はもっと医師の数を増やすことに力を入れるべきだと思います。車の免許を持ってるからって運転がうまいわけじゃないのと同じで、医師免許があるからって立派なお医者さんとは限らないよね。医師になるには家庭環境や財力が必要だから、スタートから人材の窓口が狭くて、優秀な医師の割合も減るのは当然だと思う。医師って大変な仕事だけど、人間としての素晴らしい資質を持ってる人は少ないんだろうね。亡くなられた方やご遺族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。 AI が実用化に近づいていて、知識の浅い研修医よりも正確な結果を出せることが多いです。もちろん経験豊富なベテラン医師にはまだ及ばないかもしれませんが、命に関わることなので、ハズレをなくす取り組みが必要です。 AI の判断を研修医が見習う仕組みを導入するのはどうでしょうか。医師は多くの患者を見てるから一人一人を特別に思わないかもだけど、若い人が救急に来るのは本当にヤバい時なんだよ。まずは亡くなった男子高校生の方のご冥福をお祈りします。地域の拠点医療機関である日赤病院が、救急外来で研修医が独断で対応を判断できる体制が常態化していたんですね。副院長も軽く見積もってしまったなんて、人の命を軽んじるような発言はやめてほしいです。子供が熱を出して近くのクリニックに行ったら、かかりつけ医から休日夜間急病センターに行くように言われました。センターの若い医師は、ただの風邪と言い、薬も出してくれませんでした。帰宅後、かかりつけ医が電話をかけてきたので状況を話すと、心配だから大きな病院に行くように言われました。朝になって総合病院に行くと、肺炎で即入院になりました。かかりつけ医の助言がなければどうなっていたことかと思いま
高校生だったんですね。ご本人やご遺族の悔しさは計り知れません。研修医も経験を積む中で命に対する失敗は許されません。この経験を胸に、たくさんの命を救う医者になってください。高校生のご冥福をお祈りします。小学生の頃、肘を複雑骨折して金曜の夕方に病院に行ったけど、月曜にまた来てと言われて帰ったんだ。でも夜に痛みがひどくて眠れず、親に別の病院に連れて行ってもらったら手術が必要ってことで即入院して、土曜の朝に手術したんだよね。それ以来、診断は AI に任せたいって思うようになった。医者の技量には差がありすぎるから、最初の診断が大事だって痛感したんだ。転んで病院に行ったら、肋骨を4本折ってるって言われたんだ。先生は家で安静にしろって言ったけど、バンドが欲しいって頼んだら出してくれた。でも、尿が濃い紅茶みたいな色になって、先生に言ったら腎臓の先生が見てくれて、腎臓を損傷してるからすぐ入院しろって言われたんだ。もし帰ってたら大変なことになってたと思うよ。東京の多摩湖線沿線にある病院で激しいお腹の痛みを訴えたのに、インフルエンザやコロナのせいだと言われ、他の問診もなく検査に回されました。自己判断で他の病院に行って対処しましたが、あの時は命を失いかねなかったと感じました。医者は勉強だけでなく、意思疎通や洞察力も大事だと痛感しました。もちろん志の高い医者も多いとは思いますが、上腸間膜動脈症候群と上腸間膜動脈側栓症を混同しているコメントがあるけど、普通 SMA 症候群は N 通過障害を引き起こすだけで、緊急手術はあまり必要ないよ。僕も動脈側栓症を疑った時はすぐに3次レベル機関に転送して大腸全摘で助かった。なぜ SMA 症候群が致命的になったのか、もっと詳しい報道が必要だと思う。消化器内科医をしていますが、SMA 症候群を正確に診断できる研修医は少ないです。でも、CT を取れば胃に鏡面像ができることが多いので、違和感を感じることはできると思います。このニュースを知った研修医の先生方が、その違和感を鍛えつつ、上級医がうまく拾えるような、精神的にも体力的にも余裕のある当直や医療体制になることを願っています。研修医の経験は必要だけど、ベテラン医師のサポートも大事だよね。でも医師不足で難しい問題だし、若い命が失われたのは本当に残念だよ。1歳前の息子が吐き続け、大きな病院の有名な小児科医を受診しましたが、嘔吐物を水に胃腸炎と診断されました。薬を飲んでも吐き続け、翌日若い医師に診てもらったらすぐに入院となり、腸閉塞で緊急手術を受けました。最初の医師が許せません。研修医を責めるより、一人で救急外来を担当させるシステムに問題があるよね。患者さんが亡くなったのは残念だけど、この研修医には医者を続けて多くの命を救ってほしいな。医師にも得意不得意や経験の差があるのは理解してるんだけど、数年前に関節の激痛で病院に行った時、レントゲンでは異常なしって何度も言われたんだよね。それで血液検査をお願いしたら、必要ない、内科行ったら笑われるよ、笑いで鼻で笑われたんだ。結局何箇所か整形外科を回って、ある医師がリウマチかもって言ってくれて検査したら、リウマチの数値が基準の100倍以上だったんだ。命に関わるものじゃなかったからよかったけど、もし致命的な病気だったらどうするんだろうね。医師の仕事が大変なのはわかるけど、いろんな可能性を考えてほしいよね。亡くなった高校生には心からお悔やみ申し上げます。当チャンネルの意見として、今回の医療過誤は非常に残念であり、特に若い命が失われたことに深い悲しみを感じます。研修医のサポート体制の強化と、経験豊富な医師との連携が不可欠です。単語解説、上腸間膜動脈症候群。上腸間膜動脈症候群は、上腸間膜動脈と大動脈の間で十二指腸が圧迫され、食べ物が通りにくくなる病気です。症状には腹痛や嘔吐があります。